覚悟はいい？マックイーンが帰ってきた。すごい。カチャウ。カチャウ。いいよ。僕はいつでも行ける。すごいね、このサスペンションがね。カチャウ。すごい、かちゃんちゃんってさ、やってさ、こっち向くんだよ、この子。うん、はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはらです。はい、今日はこちらですね。うん。アルティメット・ライトニング・マックイーンです。です。はい、こちらはですね、2017年6月23日発売のライトニング・マックイーンなんだけども、これね、過去最高のマックイーンと言って過言じゃないマックイーンでございます。うん、はい、こんな感じで上がちょっとメタリック仕様になってるね、うん、アルティメットライトニングマックイーンって書いてありますけれども、スフェローっていうねメーカーから出てるものです。はい、じゃあ行きましょう。はい、まずはこの外側をさっと、おお、いきなり入ってました。上がる、はい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 、あ、このタイヤの部分がカバーになってましたね。こちらでございます。うん、これ一見するとまあ普通のフィギュアかなって感じだよね。そうだよね。で、今ちょっと涙流してるみたいになってるんだけど、これ剥がせるみたいだね。そう、取っちゃってみてください。せーの。お、目がないぞ。本当だ。はい、実はですね、ここがモニターになってるんです。はい、モニターになって目が動くわけだよね。モニターになってたんだ。すごいね。で、これ自体は、あ、これは横に引き出すんだね。スライド。あ、AC アダプターが入ってますね。あ、説明書、お、そしていろいろ入ってるよ、何か。あ、これは各国のあれだね、アダプターのコンセントのやつ。あ、コンセント、うん、これ日本だからこれでいいんでしょう。今ですね、ライトニングマックイーンの充電を始めたんですけれども、うん、この充電するところまず面白いね、うん、これなんとガソリン入れるところにこのコードを挿して充電するわけですね、うん、これすごい面白い、うん、で、実は謝って、Have I mentioned that I love your garage? はい、なんか今言われましたけど、一回これ取っちゃったのよ、うん、そしたら起動しちゃいました、これ、はい、目がついちゃいました。どうですか、これ今待機モードみたいになってるけど目が動くのよ、ほら、うん、タイヤも動く。そう、 iPhone の方のアプリ、これを落としましたんで、これデバイスを近づけたいなと思います。 Another day, another drive。今動いた、口、うん、動いたすごくないこれ、うん、このね、アプリからなってんじゃなくて本体からなってんだよ、うん、あ、アップデート確認中って出た。アップデート中。はい、ということでアップデート予約終わりました、はい、ABCD のあれありましたよ。で、今スタートってあるんで、スタート押しましょう、はい、せーの。ドライブの時間です。これからマックイーンと一緒に運転を開始しますが、まずは正しい方向に焦点を合わす必要がありますって書いてある。おお、こんな感じでございます、うん、マックイーン目動いてるでしょ。すごいよ、これね、ディスプレイになってるの。はい、それでこの部分ちょっとゴムっぽくなってて口が動くんですね。うん、覚悟はいい？マックイーンが帰ってきた。すごい。カチャウ。カチャウ。覚悟はいい？マックイーンが帰ってきた。それ2回目だね。いいよ、僕はいつでも行ける。もうすごいね、このサスペンションがね。カチャウ。すごい、カチャンちゃんってさ、やってさ、こっち向くんだよ、この子、うん、はい、それではここからアプリの説明していきたいんですけれども、この画面の右上、ここにあるなんかこの位置表示みたいなマーク、うん、これを押すとですね、項目がいろいろ出てきます、はい、今これホームなんだけど、この右側にこれピットストップパニックっていうのがあるんだよ、うん、でこれちょっとやってみると、チャンピオンになるにはピットストップが鍵なんだ、だからチームワークが大切なんだよ。ちゃんとね、マックイーンがナビゲートしてくれるの。はい、うん、これはいいよね。すごいよね。で、初級をとりあえず押してみようか、うん、はい、いくぞ、はい、これでこう選んで、やったこうやっていくっていう、ピットストップの作業をやるんだよね、うん、タップでね、はい、これが楽しい。やったー。そう、これ一応そのマックインの上にメーターがあって、ここじゃない、こっちが、これは時間内にやんなきゃいけないんだよね、うん、あ、コンボ、よし、ボーナス、ボーナスってのがあった、オイルコンボ、オイルコンボ、ちょっと待って、やったー、あ、これだ、うわ
これがいいんだよね。そう、すごい一気にできる。そう、いい感じがね。あ、これオイルコンボ、はい、やったこんな感じです。楽しいよね。すごいよね、うん、で、ゲームを終了するとまたマックイン喋るから。本当に他に方法があるはずだよ。え、なんか違うこと言ったけどね、うん、で、この横にこの映画マークみたいなのがあって、これをタップするとパフォーマンスとリハーサルっていうのがありますね、はい、マックインが話す台本を作成してくださいってやつで、これリハーサルするとよし、それじゃやろう。そう、カメラの前に立つからね。これセリフっていうのと台本っていうのがあって、セリフを押してもらえる最初に、はい、じゃあ例えば、あ、君のガレージ大好きよ、うん、あ、君のガレージ大好き、ほらこれ喋ってくれんの、うん、すごいよね。で、台本にこうやってタップしながらこう右にスワイプする。そう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 、そうすると、台本シナリオは作れるんだね、うん、いくつかやってもらってもらっていいかな、はい、うん、いきます、はい、さあいつでも来いピストンカップカチャウ。すげえ、うん、超すごい、これこれはいいよ、すごいと思うよ、うん、はい。でこの下のコイン箱マークを押せば一瞬で消える。あ、本当だ、消えるんだね、うん、なるほどね。で、また右上のバッテンを押してもらえる。はい、はい、そうすると、もう一個右側になんかこのモニターマークみたいなのがあるんだけど、これを押すと、はい、ドライブインってのがありますんで、それを押してください。はい、そうするとカーズ1の映画を再生しながらこのアルティメットライティングマックイーンを起動させてると連動して反応してくれるんだって。これはすごいよね。マックインが映画に反応しますって、充電器とデバイスを接続して映画を開始してくださいって書いてある、うん、何に反応するのか分かんないんだけど。そうだよね。音かな、なんか分かんないんだけどね。一回でもやってみたいよねこれね、うんうん、この右側にいい走りだ、うん、歯車があります。で、それを押してください、はい、で、これは設定、そう、マックインのボリュームとかこのアプリ側のボリュームとかを設定するところですね、はい、で、スリープっていうのを押すと、マックインがもう眠くなって寝ちゃいます、はい、でそれで終了できるんだね、うんうん、それとバッテリーの表示もあって、バッテリーはこのマックインの方のバッテリーになりますね、はい、うん、そんな、アルティメットライトニングマックインなんですけれども、お値段はなんと 41,250円と超高級なおもちゃになっております。はい、高い高級だけど、もう本当に究極のマックインだね、これ、うん、すごいよ、マックイン生きてるみたいだもん。確かに。じゃあ今から、せっかくなんでこれちょっと外遊びに行こうか、うん、あー、すぐ動かないと寝ちゃいそう。あ、分かった分かった、今からあの外遊びに行くから、外で発射してみましょう。はい、お、ぶつかっちゃう、なんてことを。やってしまった。すごい、もっともうちょっと広いところでやりたい感じだねこれね、うん、このアプリの操作なんだけどちょっと難しいね、うん、少しだけ前に下げるよ、うん、こんな感じ、なんか右に行っちゃったり左に行っちゃったりするの、うん、これはこっちをやると左に曲がったり右に曲がったりするんだけど、うん、このボタンを押しながらボタンを押すとバックします。はい、だからこれはねまっすぐで右曲がったり左曲がったりってわけじゃないんだよね、うん、そこがちょっと難しいよね、はい、でこれを押すとよりカーブがすごくなるかな、うん、こんな感じね、うん、おお。難しいぞそれは。そうだよね、ちょっと難しいよね。はい、ということで今回はカーズのアルティメットライトニングマックイーンでした。ちょっと走る？おー、いいね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。